はい。えー、世界の、あ、じゃあすいません。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このビデオは、えー、第3週の4本目のビデオになりますね。えー、4本目は、えー、このプレゼンテーションソフトを、えー、学習者に共有する3つの方法をご紹介したいと思います。はい。えー、共有方法には3つあります。1つは、えー、この説明や練習のためのスライド。2つ目は、 学習者が共同発表するためのスライド。そして3つ目はテンプレートの共有方法ですね。はい、最初の説明や練習のためのスライドの共有方法は、このファイルのところからずっと下に行って publish to the web。これをカチッとクリックします。そうすると右側のこういう画面が出てくるので、ここの長い URL を ctrl と c でコピーをしてください。そしてこの URL を Google Classroom とか、Slack とか、WhatsApp で共有すればいいわけですね。この共有方法の一番大きな特徴は、編集できないということですね。もちろん、えー、この、これをシェアした先生は、編集することができますが、 それを受け取った学生の皆さんはこれを編集することができません。だから編集や、練習、すみません、説明や練習にいいんですね。はい、2番目の共有方法は、学習者が共同発表するためのスライドの共有方法です。<laughs> 共有発表というのは、3人とか4人とか5人みんなで1つのプレゼンテーションを作って、それで発表するときですね。 はい、えー。このやり方は、あの、こちらの画面の右上のシェアですね。このボタンをカチッとクリックして、そうするとこういう画面が出てきますんで、えー、あの、えー、っとですね、あの、一人一人のメールアドレスがわかればここでシェアすることもできますが、あの、簡単なのはこちらの方です。え、リンクを送ることですね。で、えー、Change to anyone with the link。こちらの方がいいです。 で、これをカチッとクリックすると、えー、こういう <laughs>、えーうん、こういう画面が出てきますね。で、最初はビューワーになっています。これだと見るだけで編集できないので、エディターに変えるといいですね。そうすると、みんなで、えー、編集することができるようになります、えー。これは、あの、みんなで一緒に編集する、えー、共同発表ですからね、えー。一つの発表をみんなで、へあの、 作る。そういうときの使いあの、共有の方法です。はい。えー、その共有の、あの、例としてよくあるのは、ショーテルっていうのがありますね。これは、あの、学生のみんなが、えー、見せたいものの写真を、えー、あの、Google ス,あのスライドで、えー、共有して、そして先生がその、あの、プレゼンテーションを見せる。えー、こういう使い方ですね。はい。えー、じゃあ、あの、<laughs> 3つ目は、えー、テンプレートの,、えー、の共有方法です。テンプレートは、えー、学生、あの、学生がそれぞれ別々のファイルを作るんですね。コピー、それぞれがコピーして、それぞれ別のファイルを作ります。はい。<laughs> やり方はさっきの、あの、えー、シェアと同じ、途中まで同じなんですけど、<laughs> あの、<laughs> ここをですね、えー、さっきと同じように、あの、anyone with t link にします。 えー、そして、えー、これはビューアーのままがいいです。エディターにするとちょっとセキュリティの上で問題ができるの出るので、ここはビューアーのまま、えー、コピーしてください。そしてコピーすると、コピーした後のそのリンクがですね、えー、最初はこういうふうに、エディットクエスチョンマーク USP イコールシェアリングになっていますで。この赤い部分を消してコピーに変えるんですね。はいえー、そうすると、えー、テンプレートを共有することができます。 一人一人がコピーを作ることができるわけですね。はい。じゃあ実際の例、ちょっとこれを、あの、ここコピーになってますよね。はい。これ開いてみると、えー、こういうふうに、えー、コピードキュメント、えー、メーカーコピーというのが出てきますから、これを開いて、えー、そうすると、あの、本の紹介のテンプレートが出てきます。これはもうコピーした後は、それぞれ皆さんが違う、えー、<laughs> ファイルを持っているので、みんながこれを、えー、それぞれ、えー、 編集すればいいわけですね。はい、えー、それでは私からは以上です。さようなら。